皆さんこんにちは、竹田地教務長の中森です。この動画をご覧の皆様、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということでやってまいりました、合格者カレンダーですね。今回も、生徒が、出演してくれました。では自己紹介お願いします。名前は船橋健信と言います。通ってた校舎は竹田塾一宮校で、合格者大学は立命館大学産業社会学部現代社会専攻です。はい、ありがとうございます。ということで立命館合格したということですね、はい、なんと部活めっちゃ忙しいと。そうですね中で、まあ、うまく両立させて高校1年生から、ね、竹田塾通いつつ、はい、少しずつ勉強していって、まあ、最終的に現役で合格したと、はい、どういうふうにやっていたのかいろいろ聞いていきたいと思うんですが、ちょっとね事前に少しまあ、雑談がてらね話聞いてたんだけど、はい、まず学校が遠かったんだよね。すごい遠かったですね、うんうんうん、やっぱり家から学校まで10キロほどで、うんうん、通学もやっぱり自転車で最初の方は行ってたので、すごいやっぱり通学時間も部活同様厳しかったですね。おー、なるほど。ちなみに部活は何部だったんですか？部活は陸上部でした。陸上部、はい、ことは陸上で散々走る上に自転車で毎日10キロ往復してるっていう正しい生活だったわけですね。そうです、はい、じゃあ結構じゃあそれで時間取られて体力も取られてみたいな感じだったんですね。そうですね。じゃあちなみに入塾が1年生の9月頃から入り始めたってことなんですけど、はい、そもそも竹田塾にその通おうと思った経緯っていうのはどんな感じだったんですか？ウェブページで最初に竹田塾さんを知って、はい、授業をしないということでインパクトが強かったのと、翌日の学校に行ったらパンフレットを配ってる講師の方がいらっしゃって、うん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 、そのパンフレットを見てやっぱり惹かれるものがあったので体験という形で行かせてもらいました。なるほど。ちなみにこの時点で塾に通おうと思った理由っていうのは何だったの？高校が第二希望の高校だったんですね、はいはいはい、それで結構自分の中ではやれるだろうと思ってたんですけど、部活もやっぱり一生懸命やってましたし、勉強の方がおろそかになってしまって、うんうん、まあ、成績も結構悪かったということで、うんうん、やばいなっていう焦りもちょっと感じてたので行きました、うん、なるほど。最初は学校の成績アップのためにっていう感じで、割と受験はまだそこまで考えてなかったのかな？そうですね、ちょっと学校の定期テストも考えてましたね、ちょっと、うん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 、当然その両立ってのはただでさえね部活と移動で、はい、忙しかったと思うんだけど、そうですね、うんうん、竹田塾を入る前は自主学習の習慣がやっぱりそのなかったので、うん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 、最初の方はやっぱりシスタンとかきつかったんですけど、やっぱ慣れていくうちにやっぱ習慣づいて、うんうんうん、まあ、だんだん慣れていった結果、まあ、その苦しみもなくなっていったかなっていう感じですね。なるほど。最初英語から始めてるってことなんだけど、英語はちなみに自分の中では得意だった、苦手だったの？中学3年生の頃まではやっぱちょっと感覚でやってた感じもあるんで、それで高校に入ってみてやってみたらやっぱりできなかったんで、やっぱ苦手意識はありましたね。なんかちゃんと習った記憶ないなぐらい。あ、そうですねなんか説明されてたなぐらい、ね、そうです、そうです、はい、でその状況から、まあ、単語文法を一からやり直していったと。で高校の2年生に上がった時に現代文も開始したと。でこの頃志望校も大体決まったって話だったんだ。そうですね、うん、やっぱりその2年生になってやっぱ志望校は早めに決めといた方がやっぱ教科の兼ね合いとかもあるんで、うんうん、もうそこはもうズバッと第一希望は決めてっていう形で決めました。なんか立命館に決めてってのは何だったんですか？最初はスポーツ系の学部に行きたかったので、スポーツ健康科学部っていうのが立命館にあるっていうのを知ったのと、あとやっぱりその当時の自分のレベルからすると有名次第っていうのにやっぱ惹かれて、自分の行けるレベルっていうのはこれから頑張っていけるレベルっていうのはどこだろうっていうのを自分で考えた結果、立命館大学っていうのを考えました、うんうん、ここで国語を追加してるんだけど日本史も同時に追加したんですよね。そうですね、うんうんはい、3科目いきなりなんだけど、2年生だと別に部活は減らないよね。そうですね、うん、なんか部活は自分の中でやりきるって決めてたんで、部活動も真剣にやりながら3教科っていうので最初は良かったんですけど、だんだん日本史が特にきつくなってきましたね。まあ要は学校で習ってない範囲が。そうですね、めちゃくちゃきつかったですねはいはい、はいはい、正直この時期さ科目減らそうかなとかっていうのは思わなかったの？やっぱり立命館って決めてたんで、うんうん、やっぱもうその3教科に絞って教科減らそうとは思わなかったですね、受験科目なんで。なるほどね。国語と日本史は割とゆっくりめにやるみたいな形で、うん、
やってた感じですかね。国文もまあ同時に始めてはいたのかな、一応。そうですね、始めてました、うん、なるほど。2年生から一応受験勉強は開始してたって感じなんですね、うんうん、そうですね、はい、うん、実はここでその日大レベルとかの突破したね、日にちとかが書いてあるんですけど、英語と現代文は大体3年生に上がる前後ぐらいで、うん、まあ英語が2020年の4月20日、そして現代文が2020年3月17日に突破してるんですけど、古文が夏8月19日で、日本史は10月7日ということで、かなり日大レベルを丁寧に時間かけてやってるっていう感じですね。そうですね、はい、うんうん、だからもう本当にペースは焦らず、うん、確実に、まあ、終わらせていくということだったんですけど、3年生はどうだったんですか？3年生は、うん、そのやっぱりコロナ休みが最初あったんで、その課題の量が比較的、まあ、多かったは多かったんですけど、うん、2年生の時に比べてやっぱそこはもう1日中休みっていう、まあ、浪人生のような状態だったんで、なんとかやりきることができました。そこでかなり受験生モードに気持ちが切り替えられたかな。 そうですね、そこですかね、ターニングポイントは、うんうん、なるほど。英語とかもね、マーチレベルとか進んでたと思うんだけど、なんか特にこの辺苦労したみたいなのってある？例えば英語でやっぱりマーチレベルの長文、うん、長文の量もやっぱり比較もうすごい長くなってましたし、構文を振るっていうのをやっぱ長文解き終わった後にやってたんですけど、うん、そのポラリス2は長文が長すぎて、うん、その今まで構文振りをやってたけど、どうやって勉強しようっていうのをちょっと苦労しましたね、うん、なるほど。じゃあそこで改めてシャドーイングとかパラグラフリーディングとかスキャニングとか、はい、そういう本番で使う技術を結構身につけていったと。そうですね、はい、ですかね。で、過去問ってちなみにいつ頃入ったんですか？教科によって違ったんですけど、うんうん、英語が一番最初で、はい、10月頃だったような気がします、はいはい、うんうん、最初の手応えどんな感じでした？そうですね、やっぱりもちろん合格点には届いてないですし、うん、とか言ってすごいひどかったっていうわけでもなかったんで、焦りはなかったですね。じゃあ過去問やって復習してればいけるかなぐらいな感覚で。そうですね、はい、他の科目はどうでした？そうですね、その立命館は日本史がすごい難しいって言われてて、うん、最初解いた時はその教科書にやっぱり載ってないレベルとか、うん、そういうのがたくさんあったので、これちょっと日本史結構熱心にやってたんですけど、うん、結構心が折れましたね、その時は難しくてなんか最終的にはどうやってそれは克服したのか、それともいや解けないもんだ解けないだろうみたいな感じの風にしたのかっていう。一問一答が自分の中で一番頑張った参考書で、うんうんうん、それをやっぱり完璧にして、うんうんうん、それプラスでその講義系のやつで流れを完璧にすればどんな問題が来てももう解けるみたいな、それぐらいの完璧な自信をつけて受験直前まで頑張ってやったので、分からない問題が来たら他の受験生も分かんないだろうっていう、そういうところまで完璧にしました。なるほどね。ちなみに、まあ、高校1年生からだから最初の成績とか正直分かんないと思うんだけど、はい、最終的に3科目の成績ってどのぐらいまでいった？英語が最大で69まで、うん、で、国語が64まで、うん、で日本史が70まで上がりました。上がったね。いや、だいぶいい感じで上がりましたね。じゃあ、まあ、そんな中でじゃあいざ本番受けました、はい、手応えはどんな感じでした？立命館は全学統一が4日間あるんですけど、うんうんうん、4日目は手応えはあったんですよ、うんうん、でもその1日目2日目3日目は結構過去問解いた感触よりも難しくなってたなって感触があって、はい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 、もう1日目2日目3日目は全然あこれ落ちたかもなって思いましたね。なるほど。で最終的に結果ってその4日間のうちどこが受かってたんですか？4日すべて受かってました。おお、全勝、はい、いやじゃあもう本当に、まあ、やり込んでた結果がしっかり出たって感じ。そうですね、はい、うんうんうん、それ見た時実際どうだった？いや最初番号、うんまあ、すべて載ってるじゃないですか。それでどっか1日受かってたら、うん、その全部載るのかなって最初勘違いして、うんうん、でやっぱりその SNS とか見てるうちにその一つ落ちてたとか分かってる人がやっぱいたので、うん、あれこれもしかしたら4日間全部受かってるんじゃないかっていうことで、うん、ちゃんと確認したら本当に4日間全部受かってましたね。なるほど。それに気づいた瞬間自分の中ではどんな感じだった？いやその3日目が一番自信なかったんですけど、いや受かってたのかっていうなんか驚きでしたね嬉しさというよりは。なるほど。無事ちゃんと計画立てて順当にしっかり成績上げていって、はい、第一問最初に間に合ったってことなんですが、まあ、今振り返ってみてそのこの受験と部活っていうの両立っていうかこの生活ってどうでした？いや正直きつかったですね。きつかった。部活をやって、まあ、もちろん疲れちゃう、うんうん、で登下校も疲れるってことで恥ずかしながら塾で
ちょっと寝ちゃったりとかした時もあったんですけど、やっぱり講師の方々が優しく肩を叩いてくれて笑って起こしてくれたので、やっぱりリセットして勉強ができて、生活リズムがやっぱり整ってましたね。メリハリをつける生活ができてたっていうか、それのおかげでやっぱりそのやる課題も明確になってたので、なんとか部活と勉強の両立をできることができました。なるほど。まあね、部活で忙しい受験生っていうのはいっぱいいると思うんで、その中でね、今みたいな生活で、まあ、着実に志望校に積み上げたっていうのは非常にいい経験だったんじゃないかなと思いますね。はい、最後にですね、あの動画見てる皆さんに、まあ、応援メッセージというか、あのアドバイス的なことを、ね、一言でちょっとお願いします。はい、自分の課題であった勉強と部活の両立っていうのはメリハリが大事だと思います。部活やるときは部活をちゃんと一生懸命やって、勉強するときは一生懸命机に向かって勉強するっていうメリハリをつけることで生活リズムを整うと思いますし、それでやっぱ志望校への近道だと思うので、僕も両立を成功させた結果、すごく高校生活悔いをなく終われたので、部活も勉強も頑張っている人にはすごく頑張ってほしいと思うし、無事に合格してほしいと思います。頑張ってください。はい、というわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。タケダ塾公式アプリ、ズームタケダの Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。